皆さんどうも、マキューです。今回はね、今日プニプニにアプリ更新がね、あったということで、もうみんなもね、気になってるであろう、次回イベントについてね、少し話していこうかなと。で、今日はアプリ更新によって、通常アイコンにね、コラボから戻ったということで、次回イベントはね、さすがに連続コラボはなくて、普通のイベントになるかな。だから、プニ神とかね、メツユシとか、まあ、ヨーマジンとか、そこら辺のね、まあ、通常イベントになるんじゃないかなと。まあ、前は季節のね、クリスマスイベント来たけど、まあ、さすがにこの時期、季節イベントってのも考えられないから、おそらくね、シリーズの続きになるんじゃないかなと。でさ、何が来るかっていうのが、まあ、サムネとかでもね、見えてるんだけど、このね、KO とね、プニ神のこの、レンのキャラかな。この2体が前運営さんの PV でさ、登場することが今後判明したわけだから、まあ、これのどっちかで流れで言ったらおそらく国神かなが来そうなんじゃないかなと。まあ、妖魔人の剣王もあり得るけど、どうだろうね。このどっちかはほぼ確定だと思うんだよね。でさ、今イベントがゴルフで、まあ、あんまりね、無課金の人は特に Y ポイントが稼げなかったということで、おそらくね、周回イベント。で、最近で言ったら、ゲートが一番来てないかな。で次に、武道会になるから、その2択になるから、どっちが来ようがね、Y ポイントはめちゃくちゃ稼げるイベントになるんだよね。まあ、個人的にはゲートがね、そろそろ来てほしいし、まあ、来たら嬉しいなって感じかな。だから、どうだろうね。次さすがにね、おはじきっていう可能性はほぼないと思うから、おそらく次回は妖魔人おはプニ神のね、このウルターゼットどっちかね、主役になって、ゲートか武道会になると思うんで、まあそうだね、次回イベントは結構期待してね、稼げるイベントだと思って待ってもいいんじゃないかなと。まあ、他にもどうだろうね、まあ、基本この2つだと思うわ。なんか他にもあったらさ、よければね、コメント欄で、こういうイベント来るんじゃないのとかね、教えてくればいいかと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。